はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。最近 YouTube のコメント欄やお問い合わせフォームにて、ネット物販アドロジという会社の NAS システム、NAS システムについてのお問い合わせが増えました。アドロジはどうなんですかだとか、アドロジをやってみようと思っているんですが、信頼できるんですかといったご質問です。私はアドロジ内部の人間ではありませんので、今回話す情報に関して不正確な情報ももしかしたらあるかもしれません。そういったポイントがありましたら、ぜひご指摘ご ご意見いいいいたただきたいという思いも込めまして私から見たアドロジの見解についてお話しさせていただきたいと思います。あくまでも個人的な感想程度のものだというふうに捉えていただければ個人です。先に結論から申し上げます。私がインターネット上の情報を収集したり、アドロジの公式ホームページを見たり、アドロジのセミナーに参加した方から資料を提供いただいて考察した結果、個人的にはアドロジは全くお勧めいたしません。 理由は大きく分けて3つあって、まず1つ目、スキル不要だとか、誰でも簡単にだとか、1日1時間の作業でといった上弱ビジネス、信者ビジネス界隈の人間が好んで使うようなキーワードを連発していること。2つ目、ドロップシッピングという言葉を使って、ドロップシッピングだからものすごく安心ですよといった説明をしているようなんですが、私から見ると、このやり方はドロップシッピングにはなっていないこと。3つ目、じゃあどういったやり方なのかというと、一言で言えば私が最も嫌っている 無在庫転売のやり方のように見えますので、この3つのポイントから私はお勧めしていません。まずは Yahoo 知恵袋にあった2つの質問について話をさせていただきたいと思います。1つ目、そのまま読まさせていただきますが、ネット物販アドロジのナスシステムについてお伺いしたいです。システム使用量が200万円弱、半年以降月4万円のメンテナンス費がかかります。内容自体は米国アマゾンから日本アマゾンへの出品を自動でしてくれるシステムの ようです米アマゾンからの購入は日本での購入者が決まってからの無在庫販売のようですがこの業界素人でして200万円という金額に始めるか迷っています現在のナスシステム運用中もしくは転売などに詳しい方参考になるようなコメントよろしくお願いいたしますアドロジという会社が出していますもう一つフランチャイズの物販で株式会社アドロジという会社があり1日1時間程度で副収入が得られると謳っています親の 介護のため自宅でできる仕事はないかと探していて見つけました。社長と思われる方の名前をネット検索すると、情報詳細詐欺などなど出てきます。売上げのある方のインタビュー動画やテレビで取り上げている動画を見ましたが、システム利用量が高く、本当に利益が出るシステムなのか疑問です。楽して稼げるはずはない。 はは思思いいいいまますすすが皆さんんどどどう思いますかかか実際に成功しししたたたた方方や失敗した方ちっっととも利益なんか出なかったなどな出ど教えていただけると嬉しいですこの二人のご質問者様に共通しているポイントっていうのがあると思います。一つは、物販について詳しくないからこそ迷っているということ。もう一つは、楽して稼げるということにどうしても惹かれるところがあって、当然の話なんですが、高額のシステムではあるものの、しっかりと回収できる、利益が取れるのであればやってみようか なという思いも終わりであるという点要するに嫌な言い方をさせていただくと典型的な情弱の人たちが考えるような思考回路に陥っているような気がしますだからいけないんだっていうわけではありません私も物販やる前は物販のことなんて何も右も左もわからない人間でしたから情弱であることがいけないのではなく情弱の人たちをカモにして集客しようと思っている人たちの文言や宣伝文句がいけないと言いたいんです 実際正直私の YouTube 動画の説明だとか海外物販についての解説を見ても彼らにとっては金銭に触れないと思うんです。なぜならば自分は簡単に稼げるだとか楽して稼げるなんて話は微塵もしていなくて地味で地道でしんどいですよっていうことをチャンネル登録している方ならご存知かと存じますが連行しているからです。私の意見にはなるんですがどのようなビジネスっていうのも結局何かしらの対価としてお金をもらうという資格を得られると思うんです。そして基本的に には例えば精神力だとか労力あとは時間そういったものをたくさん費やすことによってその見返りとして幾ばくかのお金をいただくっていうのが物販はじめどのようなビジネスでも当てはまることかと存じます。 一日一時間程度の時間をかけるだけで、しかも楽してスキル不要でお金をたくさん稼げるような手法っていうのは、お金の代わりに何を対価として、きつい,言い方すれば犠牲として支払う覚悟がある人向けのビジネスなんでしょうか。アドロジさんがどうかは別にしても、その対価となるものは失望感だと考えています。つまり思ったよりも大変だった。思ったよりも時間かけなければいけない。思ったよりも時間が必要になってきた。そういった失望感ならびに金銭的な 的リスクを受け入れる代わりにトライしてみるのであればいいのかもしれませんがそうなってしまうと触れ込み歌い文句とは違っているという話になってしまいますね2つ目アドロジはドロップシッピングだから安心ですよという言い方をしているようなんですが私が見る限りこれはドロップシッピングのやり方ではありませんドロップシッピングというのはメーカーや卸業者と正式に事前に契約を行って でそのメーカーや卸業者の代わりに商品を売って商品が売れたらメーカー卸業者にしっかりと保管してある在庫を代わりにお客様のもとに発送するというシステムなんですしかしながらアドロチのナスシステムはアメリカアマゾンの商品を日本アマゾンで事前に在庫のない状態で出品 し、商品の注文が入ったらアメリカアマゾンからツールシステムを使って購入者様に送るというやり方です小売店から購入して小売店として売るというやり方は通常の転売とか背取りと同じですがドロップシッピングでは決してありません 例外として、もしアメリカアマゾンで販売している大手メーカーさんと事前に契約を交わした上で、日本アマゾンで商品を販売し、注文が入ったらアメリカの会社から送っていただくという流れであればドロップシッピングに当たるんですが、正式な輸入代理店として契約するやり方っていうのは、それだけの塾も存在しているくらい難しい方法です。スキル不要の状態で交渉術も身につけないまま、そういったやりとりを1日1時間の作業 内で行うというのは現実的に考えにくいので私が拝見する限りアメリカアマゾンの商品ページの情報をツールか何かで勝手にパクって自動翻訳で日本語にして無在庫転売を行うやり方なのかなと思いますそして3つ目無在庫転売だとしたらという前提の話になるんですが無在庫転売は私は最もやってはいけないネット物販もどきのやり方だと考えています通常私は私の生徒さんは事前に商品をリサーチして買い付けて 代行会社を通してその商材を例えばアメリカアマゾンの公式倉庫に事前に入れておいて販売を開始するんですね要するに事前に代行会社で買い付け時商品の検品を行い品質管理を行った上でかつ在庫の数をしっかり確定させる要するに在庫コントロールを行ってから販売に至るわけですしかしながら無在庫転売はお客様の注文が入った後そそくさと商品を買い付けるもしくは商品をアメリカアマゾンから購入してお客様 たまに送りつけるというやり方なので品質管理もできなければ在庫コントロールもできないやり方です商品を買い付けるアメリカアマゾンのセラーさんがよろしくないセラーさんだったら不良品だったり破損品を送られる可能性もありますしそのアメリカアマゾンのセラーさんも無在庫転売をしているセラーさんであったならばもしくは在庫をしっかりとコントロールできないセラーさんであったならばさあ日本のお客様に商品を送ろうってなったタイミングで在庫がないですだとか商品が 売り切れになってましたみたみいなな形でキャンセルをするようこことも起こり得ます未だに無在庫転売をやっているような塾だとか、無在庫転売を助長しているような代行会社が存在していますが、彼らが口を揃えて言う言葉は、無在庫転売は資金的なリスクがないからいいですよっていうポイントなんです。しかしながら、物販をやっている以上、資金的なリスク、事前に商品を買い付けるリスクっていうのはマストなものですから、そのマストなリスクが存在し、 といということは自分たちセラーの代わりにお客様にしわ寄せが行ってしまうということなんです。 セラーが身勝手な自己中な理由で自分自身の資金的リスクを排除したいがためにお客様にそのリスクをなすりつけているようなものです。以上3点の理由から私自身はアドロジのナスシステムはよろしくないんじゃないかと個人的には感想として意見として考えているという話でした。最後に余談ですが自分随分前になるんですが商品リサーチのツールを開発するという作業に多少携わっていたことがあります。1, 000, 000円ぐ ぐらいコストをかけけたんですけれどもそのシステムっていうのはバグや不具合だらけで結局使い物になりませんでした。ということはこのアドロジのナスシステムっていうのは数千万円とか1億円お金をかけている可能性だってあるわけです。さらに有名な芸能人などを起用して宣伝しているぐらいですからものすごい宣伝コストもかかっていることが予想できます。正直システム利用料が200万円弱半年以降は月4万円のメンテナンス費っていうのは とんでもない金額だと思うんですがシステム開発の金額や有名人を起用した宣伝にどれだけコストがかかっているのかなっていうことを勘案すると彼ら的にはそのぐらい欲しがっているっていうのも正直頷ける部分もあるんですただ理解できるからといってそれが受け入れられるかどうかっていうと全く別な話で今回の質問者様もそうですが親の介護のために自宅でできる仕事はないかというかなり説明 実なな理由からここのの商材にに手を出そうううととととしているといるるでで文字通り命がけのトライになると思うんですどれだけコストがかかっているだとか、宣伝費用がかかっているかっていうのは正直利用者にとってはどうでもいいことなので、いきなり何百万円台のお金を取るっていうのは私としては正直信じられないですね。本当に自分の感想ではあるんですが、無在庫転売がセラーの身勝手な自分都合の商売であるように、このシステムも 販売者の人、会社側の身勝手な理由でこれだけの高額の値段をつけているんじゃないかと疑ってしまうほどです。というわけで今回はアドロジ社のナスシステムは私はお勧めしないかなという話をさせていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。長くなりましたが最後までご清聴くださりありがとうございます。